皆さんこんにちは。今回はですね、久しぶりにゴールデンフリーザの超激戦を、挑んでいきたいと思います。スーパーですね。はい、そして今回のパーティーなんですが、ベジットサンドで、ちょっとね、初めてこのようなパーティーで挑んでみたいと思います。ベジット使うのはやっぱガードがあるっていうことなんですが、記録上げを久しぶりに2体持ってって、最後の方でゴジータで必殺技打てればいいかなと思います。それではやっていきましょう。フリーザのこのねステージなんですが、やっぱり一番最初だよね、そこが結構ね大変っていうのは、やっぱり数が多いっていうのと、属性がかなり散らされてるので、そこがなんか難関だなっていうイメージがあります。できるだけちょっとね、ゴジータに気力を割り振りたいんですが、これはちょっとダメですね。まあ、どこまでいけるか分かりませんが、いい感じでゴジータ使えたらいいかなと思います。はい。じゃあそれではやっていきます。ベジット、ゴジータの相性はいいので、まあ、この状態で、まあ、気力上げがいたら気力上げで、つけていきたいなと思います。そうですね。で、最初ね、ソルベからいきます。タゴマンは、まあ、いっか、後で。よし。早速これはちょっと痛いな。ベジットの場合はね、必殺技打たれた時は反撃対象にならないので、非常にそこは辛い部分があるんですが、技封じをねやっぱ連れてきてあげると一番効率よく戦えますね。じゃあここでタゴマいけるかな。まあ、タゴマは別にいいんですよね。フリーザいっとこうか。先。先フリーザちょっとやっとこうかな。あ、そうだ。あとトランクスの方もドッカン覚醒して、いろいろね、動画に使えたらなと思います。トランクスも結構俺期待してるので、ちょっと楽しみですね。わ、来たー。飛行打ってくるね。さあここはガードして必殺技でいいかな。オッケー。で、最近俺の戦い方としては、最初の方厳しくて、あと楽にね、戦うっていう感じでやったんですが、今回のこのフリーザ戦は、最後の方が本当きついです。っていうのも、技属性のフリーザが出てきてしまうと、まあ、属性的に不利というね、感じなんですよね。まあ、ここは、全然余裕ですね。普通に必殺技、ローゼンも必殺技で全員打てますね。よし。ただどのぐらいの比率で必殺技打たれるか分かんないので、今回はどうだ。 OK、 技封じをね連れていないのでちょっと怖いですよね。よし。さあさあさあ、まあここら辺はまだガードが効けるのでいいでしょう。よし、ゴジータもひたすら打って、こ
ここはまだねいいと思います。必殺技打たれてもまあ大丈夫かな。はい、ここでベジット結構食らうね。いいね。ここで反撃プラスでゴジータも控えてますね。ここよしよしよし。ゴジータは、特に属性関係なく効果は抜群というね。いいね。次の反撃で終わりじゃないかな。うん、いいでしょう。ここはよし。あ、来た来たよ。危ねえよ危ねえ。でここでちょっとセンズで回復しとかないとですね。危ねえよ。センズ使います。それでどうしようかな。ケツに3体なのでこれでいこうかな。はい、でエンマですね。エンマ使っておきましょう。もうエンマとお化けを使っても逃げ切って勝つみたいな、そんな感じだよね、ここは。で、ゴジータ必殺技打ちます。で、ベジットも必殺技。まだ HP があるからいいけど、ベジットの方必殺技打たれたらかなり痛いね、ここ。よし、うわこれどんぐらい食らうんだろう。ちょ 50% うーわ、まあ、1回耐えれんのか。でもそれでもまあ厳しいな、ここ。はい、どうしよう。ここはちょっとお化け使います。これでよし。打たなく、打たどうしようかな。いや、まあ必殺技も打てるんで。さあ、ロゼも必ずね、10万を超えてきますんで、まあ安定ですね。こう、いやいやいや、いいけどいいけど、これでいこう。これだったら必殺技打てるけどちょっと厳しいので、ここセンズ使います。センズでもう一回回復してエンマ、はい、 OK です。お、必殺技ね。うーわ、結構痛いけど、まあしょうがないな。さあ、いいぞ。これこっ食らってしまうんだよ。食らってしまうんだけど、まあいいや、しょうがないしょうがない。いや、食らうね。オッケーだ。ここは反撃反撃で、これで必殺技を打たれなければこのターンで多分いけると思うんだよ。必殺技必殺技必殺技3体打って反撃が4でしょ、
まあ反撃約7万ずつぐらい食らうので必殺技来なければここで終わる。よし、でここで必殺技12万ぐらいかな。この属性相手に12万、 OK いいね。でロゼも12万ぐらい、技属性相手に10万をかける。お、13万いった。でここでも10万超えで反撃3発、さあいけるか。さあ1回目、よし、きたー、最悪、マジか、マジかー。いやもうこれでも逃げ勝ちになっちゃうよ、やっぱり。いやベジットパーティーだとね、最後逃げて終わる感じだな。そうだよな、あ、最後かっこよくドッカンモードで締めよう。2-1、いいよ、スロー、逃げがちだ、逃げがち。よし、出たー。ここはね、あ、問題ないんで。オッケーオッケーオッケー。よーし。あ、ここはこれで終わりです。さあ、ローゼ。決めちゃってもいいぞ。オッケー。いやー。ビジットパーティーこんな感じですね。ということで、そろそろトランクス独眼学生したいので、まあ、メダル集まり次第ね、ちょっとやっていきたいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。